はい、どうもこんにちは、もちみもちゃです。ブラックです。ということで今回は全員フットボール2020アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、木曜日ということで POTW ナショナルということで国代表の POTW が来てると。でそれ以外にもクラブセレクションとか来てるんですけど、今週はね、木曜日はまあエピックがないということなんで。なかったね、はい、新しいエピック月木に来るのかと思ったら木曜日来なかったと。木曜日はないんで、まあね、木曜日といったらこちらですよね、国代表の当たりランキングですね。まあちょっとね、いつも通りトップ5から紹介していければなというふうに思います。はい、まず第5位はこちらカイル・ウォーカーですね。183センチの攻撃的サイドバックということで、まあ、ウォーカーに関しては週間 FP だと初登場になるのかな。 CS で過去2度登場してるとは思うんですけど、まあ、CS でね育てたウォーカーの方が結構ディフェンスセンスから守備意識をガツッとやっぱ強化できるんで、うん、まあ、そっちの方がやっぱりねみんな好きなんじゃないかなって感じがします。スピードスタミナはかなり強化されているサイドバックということで、まあやっぱり今ねディフェンスラインもスピード結構重要なんで、まあ、もちろん当たったらね即ガチスカで使っていけるとは思うけど、ただまあ CS のウォーカー持ってたら、まあ、そっちをね育成して使った方が結構あの自分好みに育成できたりとかもするんで、そっちの方が若干いいのかなって感じはします。スピードでもあれか、あのチームスタイルバフかければカンストするんか。はい、すごいな。そして第4位はこちらですね、チュアメニということでボックスとボックス、まあ、チュアメニもいろいろ過去週刊 FP でも来てるし CS でも来てるといった感じになるんですけど、めちゃめちゃ来てるよね今回ね。ワンタッチシュートがついたんですよ。あ、いいね。だからまあワンパワンシュスルーパス持ちっていうことでいいんですけど、ただね、まあ、決定力がね64と、まあ、オフェンスセンスが69なんで、まあ、CMF に置いた時に、まあ、そんなにガツガツ攻撃参加するタイプではないから、まあ、ワンシューがついたって言ってもね、それだったら決定力70とか、上げてくれたら嬉しかったんで、64なんで言うてもね、まあ、どうなんだっていうところなんですが、まあ、チュアメニ自体はね、e フットボールのまあ今のね、ゲームで、かなりやっぱり強い、ボランチになってるかな。本当に俺も結構ワンボランチとかでも今試して使ってるけど、やっぱかなりね、機動力がアップ。本当この上目の能力が高くて、で、下のこのデュエンセンスからアグレッシブネス、まあ、守備意識までも、まあ、めちゃめちゃ低いわけではなく、でスピード瞬発もまあそれなりにあるんで、動かしやすい、まあ、DMF の選手なんで、まあ、普通にちなみに今までの持ってなかったらね、かなり当たりにはなってくるから、まあ、持ってる人からすると、まあ、ワンシューついたんだけど、まあ、これぐらいの強化幅だったら、まあ、今までのやつ使えばいいのかなって感じもするんで、まあ、この順位なのかなって感じはしますね。コンディションの波小さいのもいいですね。はい、スキルが優秀。そして第3位はこちらですね、フェデリコ・バルベルデというか、バルベルデももうめちゃめちゃ来てるよね、ボックス2ボックスということで、うん、バルベルデに関してはなんか週刊とかでチャンメとかでも来たりするけど、まあ持ち物がまずミドル根下、そしてアウトスピンキックが一応今回ついてるということで、まあここかなりありがたいですね。シュート系豊富になった。でワンパス、スルーパーもワンシューないんですよね。ただまあ新しい環境がね、ワンシューがめっちゃ入るかっていうとそうでもないから、結構当たるよね。そう、当たるしキーパーも止めてくるんで、なんかね横流しのシュートが意外と入んなくなってるから、まあ別にそんな気にならないかな。で今回のバルベルデは、まあ、今までのバルベルデと比べても、まあ、数値はそんなに大きくは変わらない。ただ、ね、今回のバルベルデが強化されてるのはパッと見たところ、あのグランダーパスとフライパス、ここの部分がガツッと強化されてて86、85あるんですよ。中盤の選手はかなりやっぱり高いんで、まあ、いいねあのスルーパスを出していけるんじゃないかなっていうところと、まあ、ディフェンスインスから守備意識までもバルベルデの場合は結構能力高くて、これでやっぱりねスピード瞬発がかなり高いで、キック力がめちゃめちゃ高い選手なんで、これミドル打つときめちゃめちゃいるね。そうで、しかもミドル打つときに、あの今回今までなかったけど遠目の位置から、今回ちょっとアウトスピンキックなかったけど遠目の位置から、ね、アウトスピンキックを振っていけるんで、これ結構ミドルのねアウトスピンキックとかも意外と強かったりとかするから、これは結構嬉しい強化なんじゃない、まあ、より攻撃的な、うん、バルベルデだと思うんで、まあ、この順位でいいんじゃないかなって感じはしますね。はい、そして第2位はこちら。これは個人的にめちゃくちゃ欲しいというか、ちょっと唯一無二だなと思ってるこのジンチェンコですね。ボックス2ボックスで登場ということで、ジンチェンコっていうとね、イーフト2023の時に、インナーラップサイドバックの左サイドバックで結構ぶっ壊れてきたんですよね。うん、CS でも来てるんだけど、そのインナーラップの、ジンチェンコ習慣のやつが何がぶっ壊れてたかって、スキルがね、スルーパスとかついてたりとか、うん、すごいやっぱスキルが豊富だったんですけど、このジンチェンコもね、スキルめちゃくちゃいい感じで来ていて、まずまあワンパワンシュート。でピンポイントクロス、まあスルーパスはないんですけど、ただまずワンパっていうのはめちゃめちゃいいし、あのボックスボックスだから、もちろんこれ CMF で置いてもいいんだけど、左サイドバックで置いてもよくて、これ今までの習慣のジンチェンコ確かに能力強かったんだけど、左サイドバックで置くとインナーラップサイドバックが働くから、うん、ちょっと内側によって多分ね結構嫌だったって人も多いと思うんですよ。ただこれ左サイドバ
を超えた時に今回は無印で起用できるんですよね。だから中に入りすぎるって多分動きもないと思うし、能力がめちゃめちゃ高い。まずボールコントロール93、ドリブル87で、グランダーパス、フライパスも90、85あるんですよね。でまずオフェンスの能力がバカ高いですね、うん、これが。で、まあ、決定力とか67とかなんだけど、ただ、まあ、一応ねワンシュー持ってるんで中盤に使ってもこれぐらいだったらね全然入ってきて、うん、ワンタッシュシュートで打たすこともできるんじゃないかなっていう。で結構いいのがディフェンスエースからあの守備意識までもうめちゃくちゃ低いわけじゃなくて、あのインナーラップのジンチェンコと比べてもここら辺も結構高かったりとかするんで、これはありがたい強化なのかなっていう。でスピード瞬発もめちゃめちゃ遅いわけではなくて、ボディコンとかスタミナも最低限あるし、何よりも結構いいのがフィジカルジャンプっていうのが全部70台を超えてるっていうね。ここも地味にありがたい強化で、しっかりねコンディション並みも小さい使えるんで、中盤でも面白そうだよね。そうだから CMF で使ってもいいし、左サイドバックで使ってもいいし、なんか何なら DMF とかであの使っても、ね、いろんな使い方ができる本当万能な選手なんで、これは本当めちゃくちゃ欲しいな。個人的には今回の感じで一番欲しいです。そして第1位はこちら、やっぱりネイマールなんじゃないかと。まあ2列目からの飛び出しで登場していますね。まあそれはねやっぱりねビッグタイムとかと比べるとちょっと劣るんですけど、ただ今回のネイマールねボールコントロールやボールキープめちゃめちゃ強化されてる、うん、でフライパスも高い、あのグランダーパスも高いし、決定力もね85以上超えてくると、ここら辺かなりやっぱりいいんで、習慣、今までの習慣と比べるとこのネイマール結構いいんじゃないかなって俺は思う。ただまあスピードが71なんですよね。ビッグタイムとかだとスピードさすがにここまであの遅くないんで、80とかそれ以上絶対できるんで、ビッグタイムのブラジルもバルセロナやつも、うん、だからまあちょっとビッグタイムと比べるとあれなんですけど、ただこの2列目からのねネイマールって唯一無二、しかもねこれワンシュートね、なんとスルーパスがついたってところもかなりでかいと思うんで、ダブルタッチもね、うん、まあ普通にこれは今までの習慣の中だったらかなり面白いし、まあ唯一無二だよねこの選手も2列目からの飛び出したんで。いやこれレア度は高い、めっちゃいいよ。だからまあ1位2位のジンチェンコとネイマールはだからそのレア度っていうところもやっぱあるよね、はい、ジンチェンコもインナーラップだったから、そうそうそう、うん、その部分でねやっぱかなりレアっていうところで、はい、まあでも欲しいのはネイマールかな。ネイマール、まあでもネイマール、ジンチェンコは欲しくて、あとはクリスチアン・ロメロ、まあこの選手も6位かなっていう。なんで6位かっていうと、まあロメロ俺強いって言ってたと思うんですけど、このロメロがねまず守備意識が83で結構低いんですよね、うん、今まで出ている習慣のロメロと比べても。であとねスピードがね74ということで、結構このロメロスピードも低い感じになってるんで、まあ、全体的に見るとワンパもないし、まあ、ちょっとこのロメロそんなに今がっつりいい感じで強化はされなかったかなっていうことで外してましたけど、まあ順位的には第6位かな、まあ、あとの選手たちはちょっと厳しいかなって感じはするんですが、まあ、今回ねこれ3回引いていきましょう。ネイマール来るか。さあということでいきましょう。まあ個人的には、まあ、ネイマールも欲しいけど、ただやっぱりジンチェンコ欲しいな。左サイドバックでちょっと置きたい本当に。どうや、ゲットしたら結構永遠使いそうな気がするんだよな、あの選手。でもどうなんだろう、あー無所属。ジンチェンコもさ、てかこれ国代表だからじゃない、そういうことじゃない、国代表だからか、そうか。え、6、これホイビアだ。あ、アンカー、アンカー来た、違うわ、ジョーロンドン、ジョーロンドン、やっぱ代表日本人来なかったな。あ、確かに、ドイツにせっかく勝ったのに。確かに、なんかそこら辺はないの、ないの、忖度系ないないかねえ。伊藤純也とかすごかったけど、うん、確かに上田綺世とかね。あ、どうや、ジンチェンコパイセン、それからネイマール、うわ、あーまあロメは、うん、持ってんだよな上位互換を。そうだね。マジでこの習慣のやつより強いやつ持ってるからな。お願いします、引き悪いな。あるよ、まだある。でもリベートに一回引けんじゃねえの、また。あー、まあそういうのもあるか、ラスト。さブラジル来い、頼む、ジンチェンコがいい俺は。確かなんかペルのゴール数超えたとか言ってなかった。そうそうそう、あ、ジンチェンコ頼む。ネイマールもあるよ、無理か。あー、バルベルデか。あー、バルベルデ、バルベルデもいいシュート決めてたな、まあ、バルベルデもいいんだけど、全然結構パス強化されてるバルベルデ。